はい、皆さんこんにちは、たかゆきです。今日はですね、2月13日何の日かというと、去年の2021年2月13日被害者少女はですね、夕方自宅を出て、行方がわからなくなりました。たくさんの人が捜索したんですけども、被害者少女を発見することはできず、被害者少女は翌月の3月23日変わり果てた状態で、凍死した状態で発見されました。その2月13日に何があったのか。被害者少女は自ら命を絶った、事件性はないという文言を目にしますが、事件性イコール他殺ということは言えないと思うんです。事件性というのは何かに巻き込まれた、何かの事故に遭ってしまった。被害者少女があの中山中央公園まで一人で歩いていったということは考えにくい。目撃者が自宅から中山中央公園までの道路で、目撃者が一人も出ていなく、目撃者が出ているのは全く違う方向の地域で、何回も目撃情報がある。なぜ目撃情報がたくさん出てもおかしくない方向に目撃情報が一つもないのか。そしてなぜ防犯カメラ映像は調べられていないのか。私は2月13日を命日だとは思っていません。なぜならその日が亡くなった日と決まったわけではないからです。今日ね、2月13日黙祷したりとか、いじめ撲滅の運動をされている方もたくさんいらっしゃると思います。それはそれでいいと思います。ただ私は今日この日、被害者少女に何があったのか、一歩でもね、真相解明に向けて何か分かればいいかなと思ってね、今日は旭川の長山周辺のね、除雪センターに電話をして聞いてみたいことがあるので電話してみたいと思います。はい、長山市旭川地区除雪センターです。あ、すいません、しますけども、ちょっと、はい、お伺いしたいことがあるんですけど、過去のですね、その除雪に出動されたその状況というか、いつこの辺を除雪されたっていう記録って残ってるものなんでしょうか。いつどこを除雪したかっていう過去のものって、そのいつ頃のお話なんですかね。あ、はい、ね、どの地区とか。はい、ちょうど、まあ、1年前ぐらいのことなんですけど。1年前ですと、ちょっとこちらでは確認できないものあると思うんですけれど。はい、ああ、なるほど。同じ長山地区でもあれですかね。そうですね。一応住所教えていただけますか。ですね、一応旭川市長山周辺で結構なんですけど。はい。はい。少々お待ちください。はい。確認したところ、やっぱりその記録って残ってなくてですね、その去年の話ってなってしまうと。ああ、なるほど。どこの除雪センターに聞いても、まあそういうことになるんですかね。本当、もしあるとしたら
地域署、市役所などそちら側にしか記録残ってないと思うので、はい、そうですね、そのセンター、除雪センターでは去年の内容まで把握してないんですけれども、何かお困りのことございましたか？あ、ですね、ちょっとその事故がありまして、その時のその除雪の状況が知りたかったんですよね。なるほど、はい、そうなんですね、申し訳ないんですけれども、やっぱりセンターではその去年の情報なくてですね。あれ、管轄は土木事務所になるんですか？土木事業所？土木事業所ですね。一応その長山の除雪もこちらセンターで対応してるんですけれども、はい、記録がその今年度のもののみとなってしまっていて。あ、今年度のもののみですか。はい、そうですね。今年度っていうと、年度で言うと、そうですね、半年間、まあ、去年の11月の下半期から、うん、まあ、今現在のものっていう感じになってますかね。になってしまってるんですね。はい、そうですね。あ、わかりました。はい。申し訳ございません。どうもありがとうございました。はい。失礼いたします。はい、はい、ということでですね、今ですね、長山地区のね、除雪センターに、問い合わせをしてみたんですけども、まあ、当時ね、まあ、どのような除雪がされていたのかと、除雪にね、関わっている事業者のことがちょっと気になったので、電話で問い合わせてみました。記録がね、ちょっともっと早く動けばよかったんですけど、半年ぐらいしか記録が残っていないということなので、これからも引き続きですね、ちょっといろんな方向で、調べていきたいと思っております。被害者少女はね、その失踪直前にね、SNS をやってて、でいろんな方にね、まあ、死にたいっていうようなね、ことをやり取りしてたということはね、分かってるんですよ。まあ、ただその彼女のね、今までの言動を見ると、自らね死にたいっていうのは周りの方への SOS で、うっぺつ川へ飛び込んだ時もね、死にたいって言って学校に電話をしたのは助けてくださいっていう SOS なんですよ。なので、あのナーボーさんとの会話を聞いても、本当に命を絶つということができる少女ではないと私は思っているんです。状況からね、自ら命を絶ったっていうのは簡単でしょう。でもそれが本当にそうなのか、警察はね、しっかりと調べるべきではないでしょうか。事件性がないなんて言ってたらね、犯罪者の思うツボですよ。この事件、明らかにですね、自ら命を絶ったというふうにね、する印象操作が多すぎるんです。普通の事件だとこんな印象操作ないんです。SNS 上にたくさんの人が出てきて、間違いなく自殺だなんてね、いう印象操作はありえないんです。今までにないんです。探られては困る人が SNS 上で力を持って隠そうとしている可能性があります。こういった動きがある以上、私も詳しく調べていきたいと思っております。被害者ご遺族のために、真相を知りたいというご遺族のために、皆さんご協力よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。
そうか、ごめんね。ラインナップ事件ってご存知ですか？